東映海底トンネルは、三勒島と東映半島を結ぶ長さ483メートル、幅5メートル、高さ3.5メートルの海底トンネルである。2005年9月14日、大韓民国登録文化財第201号に指定された。東映海底トンネル1932年に完成した東洋初の海底トンネルである。かつては、 東映と三勒島を結ぶ重要な交通路だったが、忠だ竹京と東映大橋の開通により、現在、通行目的ではほとんど使われていない。車両通行が禁止されており、歩行者の通行のみ可能である。東映運河を屈削する際に作った海底トンネルであり、満潮基準で深さ13.5メートルの位置に作られた。工事の提唱者と指向は日本によるものであったが、 朝鮮の人材と資材によって完成された点で歴史的価値があると認められ登録文化財に指定された。防波堤を設置して生じた空間に型枠を設置してコンクリートを打設してトンネルを作りその後で防波堤を除去する工法で作られた。トンネルの入り口は木製の梁を用いたキングポストトラス構造で作られた。トンネルの入り口には 流門達ちようという言葉が刻まれている。これは流門を経て採用に達するという意味である。トンネルのシャロはアスファルト舗装された。ユートア、2015年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、2015年12月13日閲覧。ありがとうございます。